塾長でございます。7月8日大阪大会久しぶりの参戦となりました。インフィニティトーナメント1回戦大道翔輝選手との試合となります。江田選手です。あれ江田選手おや、あ、続けてください。久しぶりの試合ですね。はい、1年、2年近く空いてますね。2年ですか？3年です。3年ですね。3 years、3年ぶりのシュートのリング、どういったところをお見せしたいですか？フィジカルテクニックじゃなくてテクニック、もうもうエブリシング、あ、全部すごく絡みづらいんですけど、これこのまま続けるんですかね？もう切ってもらって全然当日たくさんの お客さんがいらっしゃるそうです。楽しみにしている皆さんに一言お願いします。私の試合を見るぐらいなら2000円、4000円をドブに捨てた方がマシだということをぜひ試合を見てから決めてください。どう締めたらいいんでしょうね、僕。ということでございますので、ぜひよろしくお願いします。江田塾長康介選手でした。試合楽しみにしてます。何もなしですか？バイニー